これ大詐欺だろ。田岡か2連発とかちょっと。そやべえよやべえよ。俺ちょっとトイレしたいよ、高岡戦の前に。あ、これそうだけ負けたら池上さん変わります。あ、だって次俺だよ。じゃあちょっとお花摘んでくるんで。はい、実況変わりました、池上です。タオカが対プラチナということで、まあおそらくタオカが有利だと思うんですけど、まあでもシエさんなんで、シエさんなんでね、シエさん割とねコンボ見せるんで、ほら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 、コンボ見せとる。でもなんかわざとミス取るじゃないこの人って俺最近思ったりも。おっと伸ばしていく、端に持っていって、フライパンが、フライパンが光るか、ここでフライパン出ちゃう、出ちゃった、いやガードしてます。うおー、引き逃げ、さあ当て身からスワロムーンで、あちょっと 49% か 8% ぐらいだった、危なかったわーという。さあ田岡の投げから、おっとプレゼント置いちゃう、あデミー、これね、プラチナがね、ノーゲージ切り返しがね、手に入れちゃうっていうのはね、またね、みんな攻めを考えさせられるんだよね。おっと？さあ、シエさん、どうしちゃう？おっと、投げ！でーっと！いやー、シエさん今思、渋谷さん今ね思い出したかのようにドッジボール始めましたけど、ねえシエさんは一応ドッジボール部員なんでね。あ、初期おじさん、あ、落ちちゃった、いいよ。さあ、掛け尾小学校のドッジボール部のシエさんが、これ動画勢に掛け尾小学校でドッジボール部ありますって伝えた方がいいの？そのドッジボール部が今設立されて、毎週土曜日夜8時半から総合体育館でやってます。あ、違います、嘘です。掛け尾三小のゲームセンターでドッジボールしてます、これ本当です。ゲーセンに本当にドッジボール持ってきてます。まあ駐車場でやってるから大丈夫だけど、大丈夫だけど、ね、大丈夫ではない。それはさあドッジボール部員、さあどっち断片を読みすぎてしまったせいか、さあ人体タオガガということで、まあタオカガに対抗できるキャラがジンってよく言われますけど、おっとつないでセッカジンからジャンニシー重ねて投げ、そっちに投げちゃった、お立っているマイナスなんたらわかりません、ロクシー、この人は出まい、投げ、今度は出る、出てよかった。シエさん、シエさん真空波動拳の練習、俺 PSP でも出せるよ、俺 PSP でも風鈴火山棍できるのに。ちょっとシエさんはね、おっと
ケイさんはコンボが下手だけどこういうね、いやらしい動きができるんで。おーっとこっそりドッジボール投げてました。おっと、わー立ち絵2回もすかしちゃう。寝てるから出しちゃったー立ち。これ今迷うとこやね、オーバードライブコンするべきかどうか。でも次のラウンドもあるからね。と言ってる間に投げられて、これは4戦、あーそっちしちゃった。オーバードライブが出まして、おおぶちかましてきた。西、おおおい、なんで2回も。あ残念、悲しい。マジか、吸い込まれた。今 2D で俺悲しいって思ったのに。やべ、これはやばくなかった。カオバガのね、今日、うわーやばい。カオバガの強化点はね、やっぱ引っ掛けからダメージ上がってるのがめちゃくちゃいよね。お、リバーサル6へジャンエーやったらしい。さあ粘着が始まって、いやー、ね、出れない、脱出できない。さっきも見たぞ。さあ、おっと受け身を取らしてドッジボール投げる、使わせて、お投球部位になるか、ならない、普通に殺す。わっ、おやおや、死体投げですか。たまにはね、たまには死体投げとか言ってますけど、動画の皆さん、この人いつも死体投げしてるんで、なんて嘘です。おっと、でもプレジャーさんなら死体投げしてもみんな許してくれるよ。おっとプレジャーも死体投げを、さあ死えたいプレジャー、記憶に新しい。死えプレジャー10月というのはこっそりあったらしいんですけど、さあでもそれ昔のバージョンなんで、今回ジンは強いんで、あ、ま、そう、カオガガも強いんだって。カオガガも強いらしいですと言っておこう。カオガガを止めるキャラが結構難しいよね。北陸やったらタオガが止めるバングとノエルなんやけど、ちょっとウィスラーさんもね大変残念な目に遭ってしまったけど、レヒョウカウンター、これ痛いんちゃう。サンシー弱いぞ。これは普通に出ません。おーい、下、これ下段なんだよ。中段やと思った、実は下段なんだよ。浮いてるんだけど下段なんだよ。おっと、ジャンシー引っかかった、美味しかったのに失敗。わーっとジャンニシー使わして、お2へ触って 6B 固めて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 引っかかって 6A、 あー、ラピカしない、めくってアンコールから、おおおダッシュしてました。ゲージ吐かない。立ち火、立ち火。お、なんだこれ。おーっと、魂の 6C が。これは失敗。漫画。カウンター。おっと、6C。タオカガの魂の 6C が。キレンソ潜ってファーストを吐かして、あとはワンコンボがお互いジャンピかかって殺せ。おっと厳しいか、
ロキシーやっぱり。おおーい、出るか出るか出るか、出たー、出たよ。え、出るが当たり前だそうです。いや、五段です。何？掛け王三将の十段のアズライがダッシュを出すのが難しいらしいです。まあそれを言うと俺も最近の池上さんアシュラ出ないから。傘が出ます。おっと、会話してるうちにあっという間に PJ さんの体力が、おっとプレジャー、ここは意地でも意地でも勝ちたい、意地でも死体投げをしたい、プレジャーさんは死体殴りを、死体投げをした、あっと使うしかない、やるしかない。さあドッジボールを始めて、おお着地硬直、いやー、シエさんが下に投げしませんでしたけど、次は、え、もう名古屋、名古屋さん、分かってらっしゃい、ダウンイン詐欺の名古屋さん、え、名古屋もうなの、でも、まあでもここに日陰がおったら日陰もうなのって感じだけど、北陸勢前作第高 PSR 高かった人結構ね仕事忙しくて他にもいろいろ忙しいとかであんまやれてない人は多いんだけど、日陰白面って人は2週間に1回できるかどうかじゃない、ダストっていう北陸の有名プレイヤーさんはネットゲームの世界に行って帰ってこれんくなったらしくて、なんかネットゲーで美少女を作ってるらしいです。最近のダスさんの動向ですが、大会のたびにダスさんの最新情報をお伝えしたいと思います。ナイス、ダス。おっと、そんなこと言ってる間に緑投げ抜ける、まあ、直屋さんはタオカがガチみたいなのこっそりやってたんで、池上 VS コンプガチの陰でこっそりタオカが狭間ガチがあったんですけど、あまり再生数がありませんでした。見てあげてね。カウンター、やったー、何がやったんかわからんけど、うわー、やったー、今作ゲームスピード上がってるから確認難しいんじゃない、風間そう見せかけてそうでもない。さあキャン、うわーい、ジャンニシー潜れませんでした。今タオが 2B で潜ろうとしたんやろうけどね、うん、アンコールから見えてました、おっとジャンエジャンエ、いや、お互いターンがつかめない、ちょっとまとまったコンボがお互いできないぞ。どうここで引っ掛けて合唱客立ち、これがステップ 6A が出ると皆さんニコってしたけど、おーい、今の確認してますね、やっぱり。おっと、生きるそばから、わーい、ちょっと手食いですよね紫投げは。しかし受け身が取れる、まず引っ掛けても、しかし CA さんだからやっぱり生きてる。おっ、おっ、死ぬのか、いや厳しいんちゃう、おっと
これは恥ずかしい動画が上がってしまいました。え、今すぐ3シールド前以外から6シールドビタに合わせましたよ。ビタ押しキングですかね、これは。アンコールから、はけた。おあーギリギリ、おっと、なんかシエさんのコンボミスが補正切りになってますよ。そういう連携か。さあ引っ掛けて熱戦が、おっとこれはつながる。え、うお、何、裏の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 選択肢か。さあまだ生きてる、これが、いやまだ。さあお互いバーストもあるから、あと2コンボ必要なところか。これ投げ天神から、うわっ、2回連続失敗。あーなんかすごい 1万ぐらい減るコンボがあるらしいけど、あんまそういう状況はないけど。さあ田岡側はバーストがある、頭が合わない、これは厳しい。殺せ、いやまだ殺せない、生きてる。あ引っ掛けて、さあお互いワンコンボ、うわいや今の、でも今のヒレントスに俺ちょっと1億点ポイントやっぱりあげたい。ちょっと今のヒレントスは芸術を感じたけど、タオカがもっとちっちゃくて当たらなかった。